回メインイベントなんでド派手に倒したいなっていうふうに思ってるんで、打ち合ってきてくれるならそこで仕留める準備はできてます。クラッシュのリングって何があるか分かんない、魔物が住んでるじゃないですけど、壊し合いの舞台だと思うんで、相手も壊しに来るし、まあ魔物を出させずに普通に勝ちます。第9代クラッシュバンタム級王座決定トーナメント決勝戦、黒川エイト VS 白畑優勢。思いっきりぶちのめす舞台じゃないですかね。みんな死んでも勝つか、死んでもじゃなくて本当殺すつもりでやってるんで、必死にやろうという心とその殺してやろうという魂の違いが他の選手とは出ると思ってます。自分のプロのキャリアの中で一番の強敵になると思うんで、チャンスなんでやっぱり自分の目標のために倒して勝つ、それがクラッシュだと思います。クラッシュライト級朝日佐太陽 VS 龍華。3勝0敗1 KO 勝ち。ああ右ストレート、その東の一発ですね。石川さん、とりあえず腹も足も効かせて壊したりする、普通にぶっ倒したいんで。今なんか勝てるとか言ってるんですけどこの間の試合俺にクリーンとジャブしか当てれてないですからね。レベルが違うんで。うわー、いって左のボディー、一気にいった、一気にいった。試合の時だけ人変わるんで、殺そうと思ってんの？殺そうとは思ってないんですけどもう、相手立てようにしようってことだけ、簡単にアドバンテージ外して倒しに行けるっていうところが、まあ、彼の一番の武器かなと。クラッシュ、クライ級長野かける VS 安尾龍樹。命を懸け合うハロウィンナイト、男たちを壊してくれなきゃいたずらしちゃうぞ。クラッシュ166 2024年10月25日後楽園ホール。